チチャンネル、はい、始まりましたけど、今日はね、普段と違う場所なんですけれども、そうですね、はい、なぜかっていうと、はい、前回、はい、先生が、はい、僕が無理を言って、はい、ヌンチャクを、うん、やりましたね、はいはい、使って見せてくれって言った時に、はい、東郷先生が、いや、僕はヌンチャク使えないです。そうです。って言ったけど、俺からしたらすごい、めっちゃ使えるじゃんって言ったら、いやいやいや、それやったら、うちの師匠のヌンチャク見てみろ、このタコスケって言ったので、なんか途中でね、ルイスちゃんは、僕より上手いですよ。あ、そうそう。わかりました。あ、そうです。二人きりしたんですよね。だからもうスケジュールを無理やり合わせていただいて忙しい中、はい、そうです。はい、来ていただきました。はい、早速お呼びしますか。そうですね。はい。ルイスちゃんとヒロ渡辺先生です。お願いします。どうもどうも。お願いします。ルイスちゃん、ごめんね、先生だけど。お願いします。久々の登場で、はい、で、僕が素人なんでいろいろ聞きたいことはたくさんなんですけれども、まずルイスちゃんは、はい、ヌンチャク使えたんですか。そうですね、あ、一応ヌンチャクガールという名前で活動させていただいてますで、ルイスちゃんが広渡辺先生に緊張しすぎて今日機能しない可能性があるで、広渡辺先生にルイスちゃんもいろいろ教えてほしいって言ってたんですけど、はいはい、一回ちょっとルイスちゃん、もう多分見てる方とかは知ってると思うんですけど、ルイスちゃんのヌンチャク、うん、見たい見たいですよ。この状況でできないね。この状況でできない。きついきついね。頑張れ。じゃあちょっとお願いします。はい、お願いします。ガチガチに震えたヌンチャクをお見せしたいと思います。はい、お願いします。はいはい。ちょっと頑張ります。お。いや、すごいなこのちっちゃくて可愛らしい子がギャップ萌えですよ。どうでしょうね。スピードがあるんですね。はい、過去にちょっと2回ほど教えてるんです、実は、うん、あ、そうなんですね。それ、あのね、粘着パフォーマンスやってる人いっぱいいるじゃないですか。はい、まあ、これは単なるパフォーマンスなので、うん、僕自身もそれは当然やります。昔、はい、昔ブルースリーオタクだった。あ、これでだけど、あの、粘着をほら、結局は実践で素手だってやるわけで、実践で、はい、だから武器もそうだし、でブルース・リー自体が映画で使ってるのは粘着だけじゃなくて、はい、あの超根術とか、うん、まあ、フェイピー・リアスとか、あとウィップ・ケインですね、バオって呼ばれてる、はい、いろんなものを使ってるわけで、で、まあ、粘着もその使い方を実践でどうするか、はい、っていうことはどっちかっていうか、僕はそっちを主体に教えてるんです。それむちゃくちゃ興味あります。だから僕はもうやっぱりルイスちゃん、うん、トモ先生がやってたのがもうヌンチャクの技で、パフォーマンスやってる人いないけど、はい、あれ自信で使えると思います。いや、まあこう回して、こう威嚇なんですよ、あれは。たまに、あ、なるほど。バリソンっていうナイフもあるけど、はい、回し方いろいろあるんですよ、ものすごい種類が、はい、単なる威嚇なんですよ。バタフライフみたいな。それを実践で使うにはまたちゃんとその稽古をしないと。だからヌンチャクもその特性が、武器それぞれ特性があるから、はい、ヌンチャクの特性をまず知って、それからそれを練習で何度も何度もやらないと実践で使えるわけがない。実践の、そのヌンチャクの実践型、今日それにさせていただくことって、うん、それを今日はもう皆さんに見せながら教える。この動画の人たちもヌンチャクそこまでは知らないと思うんですよ。そのブルースリーとか好きでいろいろ技をやってるけど、あれじゃなくてヌンチャク実践で出してる人いるけど、うん、実践でそれを使えるので、僕は問いたい、はい、まあ、僕っていう武術家はあくまでも実践主義なんで、はい、実力主義なんで、野球するんちゃうかぐらい後ろに防具が揃ってるんですけど、スパーリングをするわけです、ヌンチャクで、はい、その時に使う防具、最終的にはスパーリングを行って、最終的にスパーリングを行って、じゃないとやっぱ実践じゃ使わないですよ、うん、スパーリングしないと。ということで早速、じゃあ早速、はいはい、お願いしていいですか。本当に
じゃあ、まあ、とりあえず、まあ、あのヒロ渡辺のヌンチャク講座ということで、はい、いいですか、はい、はい、お願いします。お願いします。はい、ヌンチャクってどういう武器なのかちょっと説明しますね。あ、でちなみに、今ここで見る、これ、これもう足りない。やばい、会社ブルースリー会社がドラゴンへの道でダブルにヌンチャクじゃないですか。はい、あ、これ、はい、そうだから要するにゴールデンハーベストの小道具さんがアクション用とアップ用って作ったんだけど、アクション用のやつが10本があったんですよ。ああ、はい、そのうちの1本です。やばい、本物、本当にやばい、本物ね。じゃあ当然、当然うちの会社が検品してます。あ、マジですか。実際はこの木ですよ、うん、カシの木ですよ、はい、僕的にはあの紐の方がやりやすいので、鎖型っていうのはブルースリーの映画があってから鎖が出てきて、もともとは琉球では紐ですよ。あの僕からしたらまだどうこのくにゃくにゃ曲がるのを相手と対した時にどう使うねっていう、うん、その使い方が練習になってくるね。はい、タイル君ちょっとごめん手伝ってくれるかな。まずこういうほらパフォーマンスでいろいろ、こういうこれも技なんですよ、こういう、はい、こういう技なんですよ、いろいろ、はい、こういう技なんですよ。で、この中で、で練習するときにこれ、普通は遠心力、うん、はい、今遠心力で、はい、で、ここでやると、ここでやると止まるでしょ、ほら、ここで打つと、近くで打つと、ここで打つのと、ここでカッと抜ける、うん、ここで打つと、それでよく書いて自分で、いやー、はい、だから距離が大事なの、距離感、わあ、もう今ぐらいの距離がいいんですね。そう、振るときはね、だけど入って、ああ、そういうこと、もちろん使い方、両手で持つんですね。うん、で例えばこの野郎って殴ってきたときにこうここで入って、うん、この距離だとここになっちゃうね。はいはいはい、だからここでおお、今固定を打たれた、手を、そうそうそう、ここで今同じようにこれやつをこのままこう打つ、あとここから入って打って打っといて、でここでこうかけちゃう、で、ここで入っちゃう、ここで、ガーッ、あとはこっちにもこっちにもいたらこっちから振って、ここで入っちゃう、で、こっち、おお、こういう使い方をするんですよ、こういう使い方すごい、だからもう何人かいた場合、そう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 、ちょっと実践形式でもし見れるのであれば、もしかしたら誰ですか、そのね、まあどんな状況でも相手のことはボコボコにできると思うんですけどちょっと一回そのヌンチャクっていう武器での戦い方をさせていただいてもよろしいですか。スパーだね、はい、スパーしかないんですよ、ね、あーすごい、うわ、相手は、あとは相手、相手はタイラ、はい、身が重いな、大丈夫ヒロ先生でしかもヌンチャク持ってるそれはじゃあ早速、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。すいません、お願いします。準備ができたみたいなんで、はい、ちょっとお呼びします。そうですね、はい、はい、じゃあちょっと一回すいません、怖い、怖い、すごい、すごいですよ、ナイラさんも、ナイラさんも、じゃあ、人工の控えキャッチャーやっぱ純着でスパーリングするとやっぱこういう格好になるんですね。になってる、ね、あ、
安全まだちょっと不十分だけどね。あ、まあ最低限ね。野球用ですね。うん、野球のキャッチャーのやつ。で、YouTube で唯一ヌンチャクを披露してないタイヤさんが立ち向かった。わけわかんないから。ちょっとドキドキしますね。ドキドキしますよ。どうですか？頑張るしかないです。ヌンチャクを使ったジークンドーのスパイリング。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。